はい、受験の締め切り日当日です。スタンフォード大学に願書出していこうと思います。さあ行くぞ。はい、まずアメリカの大学はこのオンラインのコモンアップって呼ばれるフォーマットを通じて全部の大学に願書を提出するっていう形になります。でここに書いてある通り、僕はニューヨーク大学っていうのとスタンフォード大学、この2つを受けていくっていう形になりますね。今日の11時59分午後のねまでに、これを出すようにっていうふうに書いてあるんで、残りこの時あと5時間とかの状態で出してるんで本当にギリギリなんですが、今から出していくっていう感じです。はい、でここにいろいろ見えるようにもプロフィールとか、あなたの家族構成とか、過去のまあどういうキャリアを歩んできたのかとか、まあ、あとセンター試験の点数とかをテスティングってところに書いたり、まあ、アクティビティってところにこう学校外での活動、例えばボランティアとか、それとかまあインターンをやったとか、こういうビジネスを自分でやってますとか、そういういろんな学校外での活動をアピールしてくださいと。で、まあ、あとはこういうどういうクラスを学校で取ってきたんですかとか、そういうのも結構重要になってくるんで、そういういろんな情報を全部ここに書き込んで、でそれの複合的な、完成度で判断されるっていう感じですね。でこのショートクエスチョンっていうのが、まあ、スターフォードから与えられてる質問で、まあ、例えばこうあなたがいつかの時代に行けるとしたら何時代のどこに行きたいですかとか、まあ、なんであなたはスタンフォードで勉強したいんですかとか、あなたのルームメイト、将来のルームメイトに向けて手紙を書いてくださいとか、結構そういうなんか日本ではなかなかないような感じの大学入試、まあ、AO と一般が混ざったみたいな、そういう感じの入試ですね、アメリカは。はい、まあ、このファイナルレビューっていうところで、こう大学側にはこういう風に見せられますよっていうのが出てきます。で、まあ、僕の名前とかちょっと隠すんですけど、でこれをまあチェックして、これに問題がなければ提出っていうことになります。はい、まあ、これは手数料ですね。90ドルなんで、まあ大体1万円ぐらいですかね。1校受験するごとに1万円ぐらいをこのコモンアップっていうところに手数料として取られます。なんでそんなにお金を取られるのか全くわからないんですけども、まあ、払わないと提出できないんで仕方なく払っていこうかなと思います。はい、これで支払いが完了って感じですね。さっきの画面に戻って出願しますかっていうところを押したら、完了って感じになります。コングラチュエーションズって出たので、これで無事ね、スタンフォードへの願書が提出できましたよっていうことになります。日本のこう試験を受けに行って終わるっていう感じの入試と違って、だいぶ達成感のない、なんかこうぬるっと終わっちゃう感じなんですけど、一応これでね、長かった受験も全部終わって、まあ、アメリカの大学、ニューヨーク大学とスタンフォード大学には両方出し終わったっていう感じになります。はい、まあ、っていう感じでアメリカの大学試験っていうのはネットで全部願書とかセンターの点数とかそういうのを提出するっていう感じになります。でここからスタンフォードのウェブサイトみたいなログインしてポートフォリオっていう、こうアートの作品を送ったりだとか、こう必要書類だとか推薦状だとか、そういう必要なものをそこから送って3ヶ月間、結果が出るのを待つっていう感じになります、センターとかいろいろ忙しすぎて全然動画更新できてなかったんであれなんですけど、ここまで、見守ってもらってどうもありがとうございました。こうすればよかったなっていう反省はたくさん残る、特にセンターとか反省はたくさん残る反面、こうやれることはやったし、これで落ちたらもう自分の力不足というか、ちゃんとやれなかった自分の力不足だなと思うので、まああまり後悔はないかなと思います。受かる確率はぶっちゃけ本当に、まあ、2%3% とかしかないような世界なんで、変な期待はしない方がいいかなと思うんですけど、悔いなくスタンフォードに願書を出すことができたので、天命を待つというか、もう祈って待つだけだなと、そういうふうに思います。今までね、まあ、応援してくれた視聴者の人、毎回ねコメントくれる人とか、本当に結構励みになってました。浪人っていう中で本当にありがたいです。これからなんだけど、ちょっと本当に YouTube に本腰入れてやっていこうかなと思ってるんで、よかったら応援してもらえると嬉しいです。受験もね、結果出るまであと3ヶ月あるんで、その受験のそういうのとかも上げていければなと思うし、これからもよかったら応援してもらえると嬉しいです。それじゃあ以上です。